皆さんこんにちは。久保田技術顧問の松永です。今回は久保田技術顧問の営農アドバイス大豆編第3回として土作りについてお話ししたいと思います。土作りの技術ポイントここに4つ挙げています。輪作、有機物の施用、深度勾配破砕、そしてその効果はゆっくりじわりというお話です。土作りは短期にできるものではありません。時間をかけて作ることが基本になります。前回もお話したように大豆の8割は水田で作付けされています。水田を畑作状態で栽培すると酸素の供給が高まり、土壌の微生物の働きが活発となり、有機物の分解が促進されます。一時的にはチロキシソの放出が起こり作物の生育は良くなりますけれども、次第に一翼の消耗につながっていきます。その他用水からの養分供給量がストップし、雨滴が直接土面に当たることによって土壌表面にクラスト硬い層ができたり、土壌浸食が起こり土壌の劣化、地獄の低下が起こります。そのために土作りはますます重要となっていきます。土作りには短期的な土作りと長期的な作り作りとがあります。短期的には肥料をやったり土壌改良剤を与えて養分の供給、土壌 pH の補正を行います。また最後に深度勾配の破砕、これも畑作物を水田で作る上では重要になります。大豆は根を深く伸ばします。勾配や深度が硬いと根の成長を妨げます。その上で深度勾配の破砕は重要な技術ポイントとなります。中長期的な土作り、これは速効性ではなく緩効性です。じっくりゆっくりとその効果が現れることが期待できます。輪作、有機物の性用についてお話したいと思います。まず輪作ですけれども、ある作物を同一の作物を繰り返し栽培することを輪作と言います。輪作を続けると養分バランスの悪化、雑草、病害虫、有害線虫の増加をもたらし作物の生育を抑制します。これを輪作障害と呼んでいます。これは輪作障害の一つですけれども、立ち枯れ性の病害、大豆クロネ腐れ病が発生した補助です。根は腐り、植物は黄色くなり、作物の収量は大きく減収します。これは大豆シスト線虫が発生した補助です。右側は非常に生育が良く大豆300キロも取れるような大豆が育っておりますけれども、左側は黄色くなり生育が大きく抑制されています。近くから取るとこういうふうになっています。大豆シスト線虫は土壌に存在し、一旦シスト線虫が発生すると長くその土壌を汚染し、大豆の収量を大きく減少させます。それを避けるために北海道の畑作地帯では4品目を4年で回す輪作体系が発達しています。一つの例としてバレーショ、豆類、小麦、天才を輪作することによって輪作障害を回避しています。府県では長く稲麦、大豆といった輪作体系が取られていますけれども、さらに持続的な体系をするには新しい作物の導入も必要かと思います。これは水田における堆肥と有機物の施用量の推移を示したものです。図からお分かりのように、昭和42年代は500キロの有機物を施用していましたけど、現在では100キロ足らず、有機物の施用は格段に昔に比べると少なくなっています。有機物を施用し
することによってどのような効果があるのかというのをまとめたものです。土壌に生養する有機物は土壌微生物に分解され腐食となります。この腐食の働きによって団粒構造の結成であったりさまざまな良い効果を土壌に及ぼすことが期待できます。土壌微生物の働きによって腐食が形成されると土壌粒子はお互いにくっつくことによって団粒という構造を取るようになります。土壌有機物が少ないと単粒構造となりほとんど隙間を土壌の中に隙間がありません。これは空気、水の通りを悪くして根の成長を著しく阻害することになります。団粒構造が発達することによって適度な空隙が生じ空気、水の流れを良くして根の成長を促進します。これは土壌有機物の少ない補助の写真です。雨が降った後には土壌表面にクラストができてしまい硬くなり大豆をせっかく撒いても発芽ができない状態になり大きな発芽不良となってしまいます。堆肥、いろんな種類の有機物がございますけれどもここで稲わら、牛糞、トン糞、バーク堆肥等をお示しております。ここにそれぞれの作物での一般的な使用量を示しております。大豆では牛糞堆肥2トン、10アール当たり 2トンが推奨されています。堆肥がない場合には冬の間に緑肥を作ることも一つの方法です。この圃場では冬の間にヘアリーベッジを栽培しそれを刈り取り土壌にすっ込むことによって土壌の有機物の寛容に努めています。使用する有機物にはいろいろな種類があります。先ほどお話したように牛糞でトン糞、発酵鶏糞のほかに稲わら、もみ殻のように直接有機物を使用したり緑肥、作物のようなものがあります。これらは違った CN 比、炭素率を持っています。炭素率とは有機物に含まれる炭素と窒素の割合を示しています。炭素の割合が少なく窒素の割合が高い有機物は土壌微生物による分解が早く炭素の割合が高い有機物は分解が遅い性質があります。そのために CN 比の低い窒素の割合の高い堆肥ですと窒素の発現効果が早く現れます。それに対して稲わら、もみ殻、麦わらのようにCN 比が高い有機物では土壌中での分解が遅れ窒素の発現はほとんど期待することはできませんがゆっくり分解するために土壌の物理性改善には効果が期待できます。以上土作りについての技術ポイントについて説明してまいりましたが最後に中国にある一つのことわざをお示ししたいと思います。直訳しますと人、土を愛すれば土、人を養う。人が作り作りに励めば土が人を養ってくれるという教訓です。これは現在農業にとって非常に重要なことわざだと思います。持続的な農業、未来につながる農業とするためには土を愛し土作りに励むことが重要であることを示しています。以上今回は土作りについてお話ししましたが次回は排水対策についてお話ししたいと思います。ご視聴ありがとうございました。